そうなんだよね。そう。全然。そもそもしばってましたけど、何かない。営業やってほしいけど美しい顔で向こうで本日こういうでほしいもう本当おかしかったわやったわはいやらかしたやらかしたおいしい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 あ、何 PV 面白くない？店員さん踊る。店員さん踊るらしいよ。すごい。なんでこれにしたんだろう。あ、こっち店書いてある。1位がフルーツティー。で、2位が黒糖タピオカミルクだ。私フルーツティーにしようかな。黒糖タピオカミルク飲んでみたいですね。私飲んだことないんで。あ、そう。うん。なんで優雅に一人分飲みたいと思います。それ一口もらってから考えたじゃん。中で食べれるのかな。それ聞いてみよう。オッケー。オッケー。あ、オッケー。オッケー。あ、オッケー。オッケー。こちらでドリンクを頼んでおります。私は初めての黒糖ミルク。私が東京で飲んだことあるタピオカ屋さんで、うん、3番目に、10種類くらい飲んでる。あ、そうなんだ。じゃあかなり上位じゃん。新宿で一番並んでる気がする。あ、本当？いいじゃん。どこにあるの？新宿駅の東南口みたいな、はいはい、東と南の間の原手市でドンキとかの、はいはいはい、にあります。あ、そうなんだ。こちらの近くにあるの。最初このくらいに回復するんで、こっち側行ったんで。シェイクして、あ、うまそう。シェイクするって行っちゃうよ。いいよ。いいのか、これね。いいよ、いいよ。わ、すごい。飲んでごらんよ。はい。あったかい、その黒糖の部分。ここあったかかった。あったかいでしょ。そうそう。ここあったかい。ここあったかくて、ここよく入れた方がいい。そう、そうなの。最初ぬるいです。冷気ぐらい。そうそう。上超冷たいの。そうそう。氷入れててね。混ぜないと全体が冷たくなる。あ、オッケーオッケー。わー、行きます。たくさん飲みますか。あ、飲むけど後でいいよ。あ、あ、え、ちょ待って、ちょ待って。どうしたパンってやらないとね、ダメなのよ。あ、ゴキブリ。あ、麦ちゃん足元ゴキブリ。めっちゃ溢れとる。ジュル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 。ジュルジュルジュル。うまい。ちゃんと飲めよ。それパンって入れないと余計出てくるから。イエーイ。あ、上違うんだね、白くのね。本当。パンって入れ。はい、飛んできた。自由な国。自由な国。ちょっと放送には乗っけられませんが、今お父さんが元気にスリッパで G を撃退しました。撃退して、その結果私の足に飛んできて、あって、え、これパンってできないよ。パンって入れないとずっとそのままやる。あれでもできるし、あれ？なんか髪な。あ、入った。
いたメイか。どちゃくそメイじゃん。うんまうんま、めっちゃうま。柔らかいね。柔らかい。わしにはちょっと甘すぎるな。わしその一番上のフルーツティー飲もうかな。うまちょっと。うまい。ルイのドヤ顔。どうやー。嬉しいだろ。嬉しい。うまいだろって。すごい。どうしてもこぼれてしまう。うん、下手だった、確かかな。いや、私もっと下手よ。いや、フルーツティーも気になるんですよね。あ、フルーツティー頼むんですか。いい。でも見た目が可愛いじゃないですか。ね、映えるわな。わあ。可愛い。可愛い。可愛い。これも。おお。え、普通じゃん。めっちゃうめえ。やった。好きと言いたい。お、気持ちいい。おいしい。これ誰も価値がある。どっちかにするの。どうしよう、悩んでしまった。すごい、めっちゃフルーツがいい。うん。これはうまい。この黒いのなんだ。これは多分あれです。いや、南国の味する。いや、うまい。モーメが来る前に亡くなる恐れすらある速度で飲んでる。何ですか。なんか思ったことがあって、多分相当日本が恋しかった。えぇ、ー、そういうこと。2日目なのに。じゃあ吉野家行こっか。日本が恋しくなってるからこそ今のオーダーだから。あーね。あ、そうなの。え、じゃあ緑茶。自由だった。普通に見えるところにスッと座ってる。階段の下でさ。そう。普通に見えてた。あ、もうイエーイ。持って置いてくる。タピオカ置いてる。え、怖い。え、ちょっと。テーブル行く？え、こっか。別れとこ。もう一回。美味しい。え、でもタピオカ美味しそう。わあ、ここも宝くじ売り場じゃん。完全に宝くじだ。すごい雰囲気だね。中で食べ、ああまあでもすぐ店だからね。さすがにいいんだね。わん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 。気持ちね。